皆さんこんにちは、あじゃなかった、こんばんは、鉄道です。今日はですね、東京駅に来ています。本日はここ東京駅からサンライズ瀬戸号に乗って高松まで行ってみたいと思います。それにしてもこの表示、文字がかなり詰まってますね。サンライズって書いてあります。サンライズ瀬戸高松行き、サンライズ出雲市行きです。サンライズ出雲号、サンライズ瀬戸号が入線してきます。ホーム上では鉄道ファンもそうでない方も列車に向けて多くの方がカメラを向けていました。この列車がそれだけ注目度が高いということがわかると思います。このサンライズ瀬戸号とサンライズ出雲号は寝台特急としては日本で唯一定期運行されている列車です。まあ、なんか寝台特急というと夜をイメージした青い列車、まあ、ブルートレインというイメージがあると思うんですけど、このサンライズ瀬戸号、サンライズ出雲号はそのサンライズという名前だけあって朝日をイメージした明るめの塗装になっています。それではサンライズ瀬戸号乗車していきましょう。今回はサンライズの定番 B 寝台のシングルに乗車します。ただし僕が今回乗るのは5号車の平屋部分です。車内はこんな感じでですね、温かみのある木目調の内装になっています。内装はですね、住宅メーカーが関わっているようで、なんだかこう家にいるような、ホテルにいるような、あるいは別荘に来たような、なんかそんな感じの落ち着いた内装になっています。サンライズ号にはシャワー室がついています。ただシャワーカードは数量限定なので、利用される方は早めに買っておいた方がいいかもしれません。そしてこちらの車両は車両の片側をすべて部屋にしたサンライズツインとシングルデラックスがある号車です。シングルデラックスとサンライズツインはかなり人気があるようでして、なかなか予約も取れないそうです。そしてこちらの車両は伸び伸びた、あ、じゃなかった、伸び伸び座席という寝台料金不要のサンライズでは一番安く乗れる座席です。ただこの座席は残念ながらカーテンで仕切られてるだけで個室ではありません。そして今回僕が乗るのはこの車両の一番端っこにあるこちらの部屋です。それでは個室の中でゆっくりしたいと思います。もうドアを閉めればそこは完全に自分だけの空間です。もちろん鍵も閉めることができます。まあ僕だけかもしれませんが、この鍵を見ると電車のトイレを思い出しますね。冒頭でも少し触れた通り、今回撮った座席は B 寝台シングルの平屋部分です。平屋部分なので2階建ての車両と比べると天井が少し高くて少し開放感があります。ただこの平屋の部分は部屋の真下に台車があるので、その分モーター音がうるさかったりとか、あとは揺れも若干大きいようです。室内には窓の両脇にライトが2つついています。そして各種スイッチ類は1箇所にまとめられていて、寝ながらでも操作することができます。こちらは NHK の FM ラジオです。つまみを回すことによってラジオを聞くことができます。そしてこちらが目覚まし時計ですね。こんな感じで時計を合わせます。設定した時刻になるとピピピピッと音が鳴ります。そしてこちらが各種照明のスイッチ類です。こんな感じで消したりつけたりとすることができます。でこちらはなんかヒーターって書いてあるので、回すと部屋の中があったかくなるんじゃないかと思います。そして鉄道ファン的にものすごい嬉しいのがこちらですかね。こんな手元に近いところに車内放送用のスピーカーがついています。ここでですね、車内チャイム録音したり、車内放送録音したりとか、手軽にすることができます。そして室内にはコンセントが1つついています。ただ今の時代、まあ、スマホとか、タブレットとか、あとノートパソコンとか、同時に充電したいと思うので、ちょっと1つじゃ足りないかなっていう感じがしますね。なので、まあ、分岐するコンセントとか、あとは1つのアダプターで複数の USB が挿せるようなやつですね。そういうのがあった方がいいんじゃないかと思います。テーブルの上には紙コップも用意されています。まあもうすぐ出発なんですけども、駅に停車中ってホーム上のお客さんからの視線を結構感じますね。まあでもまあいっか、どうせこんなおっさんがね、寝てるとこなんか誰も見たくないですよ。ええ、まあカーテン閉めればいいんですけど、まあいいですよ。はい、僕としてはサンライズ号の個室に乗ったら室内の照明は全て消しておいた方がいいと思います。その理由は東京駅のホームを出たらわかると思います。そうなんです、
動画だとちょっと分かりづらいかもしれませんが、外の景色がとても綺麗に見えるんですよね。まあそうですね、夜の車窓はどんな電車でも見ることができるんですけども、まあ一般的な電車だと車内に照明がついてますので、まあ、その照明が窓に反射してあまり外の景色を見ることはできません。ただこのサンライズ号の個室ですと車内を真っ暗にすることができますので、照明の反射を抑えて外の景色をより綺麗にクリアに見ることができるんです。それではこの先、車内放送とともに夜の車窓をお楽しみください。寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号高松行き、サンライズ出雲号出雲市行きです。止まります駅は横浜、熱海、沼津、富士、静岡、浜松、姫路、岡山です。岡山で切り離しを行います。サンライズ瀬戸号は岡山を出ますと小島、坂出、終点、高松に停まります。サンライズ出雲号は岡山を出ますと倉敷、備中高橋、新見、米子、安来、松江、新地、終点、出雲市に停まります。それにしても本当に綺麗な車窓ですよね。僕も毎日通勤で山手線から夜の車窓を見てるんですけども、正直ここまで綺麗だと思ったことはありません。いつもの景色がここまで綺麗に見えるとはちょっと驚きです。電車は浜松町駅を通過していきます。ホームで待ってる乗客たちは突然現れた寝台特急に少し驚いている様子でした。電車は品川駅を通過していきます。反対側では折り返し待ちの常磐線の車両が止まっていました。そして品川駅を通過し終えると頭上には京急が通っています。電車は東京総合車両所の横を通過していきます。サンライズ号は10時ちょうどに東京駅を出発します。そうですね、東京で10時っていうとまだ街は騒がしいかなっていう感じがしますが、この先どんどん進んでいって小田原とか熱海の方まで行くと、もうなんかそろそろ一日が終わるなっていう感じが車窓から伝わってきますね。橋を渡ると神奈川県に入ります。ということで最初の停車駅、横浜に到着です。まあ下りのサンライズで横浜で降りる人っていうのはほとんどいないと思うので、自動放送もかなり簡易的な放送でした。電車は横浜駅を出発いたしました。車窓からはビルや看板などの明かりが目立ちます。まもなくして見えてくるのは相鉄線の平沼橋駅です。瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急、先ほどちょっと触れた車内の照明、つけてる時と消してる時どれぐらい車窓に違いがあるのか試してみたいと思います。まずは室内の照明をつけた状態です。まあこの状態ですと窓に光が反射してあまり外の様子は綺麗に見えるとは言い難いかもしれません。しかしライトをこんな感じでよっと消すと一気に外の様子がクリアに見えるようになります。いやーすごい、こんなに変わるもんなんですね。これは夜の景色を楽しむのであれば照明は絶対に消した方がいいと思います。まあ逆に言えばいつもの通勤電車ではこんなに綺麗な景色を見逃していると言っていいかもしれません。先ほど買ったシャワーカード、これは後で使いたいと思います。ただ一つ注意点としては A 個室、シングルデラックス以外はタオルとかついてませんので、シャワー浴びる場合は自分でタオルを用意する必要があります。
先ほどちょっと紹介し忘れたんですけども、ドアにはちゃんと覗き穴がついています。まあ、こういう設備は女性にとっては嬉しいんではないでしょうか。壁には服がかけられるようハンガーがついています。こんな感じのテーブルもついています。まあ、これぐらいの大きさがあればノートパソコンぐらいだったら置けるんじゃないでしょうか。通路には飲み物の自動販売機があります。車内で買えるものといえばこの飲み物ぐらいですかね。ただこの自動販売機はスイカなどの IC カードは使えません。3号車と10号車にはこんな感じのラウンジがついています。そうですね、まあ夜はちょっと微妙かもしれませんが、朝だったら素晴らしい景色をここから見ることができると思います。7号車と8号車の間は運転台がついていますが、このようにちゃんと通り抜けができるようになっています。こんな感じでかなり大きい渡り板がついています。これはなんかちょっと見応えありますね。空いてる部屋をちょっと覗かせていただきました。この部屋なんかちょっとタバコ臭いなと思ったら、なんと灰皿がついていてタバコが吸える部屋みたいですね。電車は間もなく熱海駅に到着です。熱海駅の一番奥のホームでは185系がパンタグラフを下ろして止まっています。こういう光景を見ると今日も一日終わりなんだなっていう感じがしますね。また熱海駅では JR 東日本の乗務員から JR 東海の乗務員へと交代します。まだ熱海なので先はまだまだ長いです。でもここでいつも思うのが、もう明日のためにここで寝ようか、いやでも寝たらなんとなくもったいない気がする。なんかサンライズ乗るといつもそんな葛藤があります。ちなみに皆さんはどうですか？サンライズ乗ったらすぐ寝ちゃうか、限界まで起きてるか、もしくは寝ないっていう選択肢もあるかもしれませんね。ちなみになんかサンライズに初めて乗った方とかだと揺れが気になって眠れないっていう方もいるみたいですね。僕はですね、もう全然どこでも寝れちゃう人なんで、もう揺れようが止まろうがもう余裕で寝れます。いや、おはようございます。ここどこですかね。起きたら車窓から朝日が見えました。もう最高ですね。あ、そういえば夜寝ようか寝ないか散々迷ってたんですけど、迷ってるうちになんか寝てましたね。ええ、そういうオチがありました。とか言ってる間に岡山に到着です。岡山ではサンライズ瀬戸号とサンライズ出雲号を切り離します。電車は瀬戸大橋を渡っています。僕いつも高松に行くときは青春18切符で行ってましたので、激混みのマリンライナーでこの瀬戸大橋を越えていました。なので今回寝ながら瀬戸大橋を渡れるなんて本当夢のような気分ですね。まもなく終点の高松に到着します。東京から9時間半長いようでとっても短い旅でした。サンライズ号は電車に乗りながらベッドで寝れる、ただそれだけなんですけども、ちょっとした非日常を味わえるとても素晴らしい電車でした。まあ一度乗るとちょっと癖になるかなっていう感じがありますね。またぜひ乗ってみたいと思います。ご乗車ありがとうございました。 あと5分ほどで終点高松です。本日降り口右側9番乗り場到着です。お忘れ物をなさいませんようご支度ください。終点高松56分ほど遅れての到着です。本日列車大幅に遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。重ねてお詫びをいたします。申し訳ございません。高松からのお乗り換えご案内いたします。高度線特急渦潮3号徳島行き、特急渦潮、失礼いたしました。特急渦潮5号徳島行き、特急渦潮5号徳島行き、3番乗り場から8時24分すぐの連絡です。特急渦潮5号特急渦潮5号徳島行きは3番乗り場から
8時24分、すぐの連絡です。お乗り換え時間大変短くなっております。ご注意ください。止まります席は、栗林、八島、志道、三本松、佐野木白鳥、引田、リターの池の谷、松髄、終点、徳島の順です。終点、徳島、9時36分の到着です。また、各駅に止まります、宇都列車の引田行き、栗林、八島、志道、三本松方面、各駅に止まります、宇都列車の引田行き、一番乗り場から8時33分の連絡です。今日も寝台特急サンライズ瀬戸高松行きご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。忘れ物なさいませんようそろそろご支度ください。終点高松56分ほど遅れての到着です。本日列車大幅に遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。重ねてお詫びいたします。申し訳ございません。また終点高松到着いたしますと各お部屋の電子ロックはすべて解除させていただきますのでご了承ください。終点高松到着いたしますと各お部屋の電子ロックはすべて解除させていただきますのでご了承ください。ということで無事高松に到着しました。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。